どうも。前回の動画で煙すごいもくもく出たやつあったじゃないですか。まああそこまでひどくなると、もうなんだろうね、エンジンオーバーホールとか、あとはもう乗せ替え、っていう風になっちゃうと思うんですが、もしかしたらこれで治るんじゃないかとちょっと思ったものがありまして、これですね、添加剤。ちょっとね、これはもう本来こういうやつじゃないんですよ。小分けのやつをヤフオクで買ったやつなんで、FCR062 ってやつなのかな。いわゆるこうピストンリングの周りのスラッチを除去すると、ピストンリングがそのスラッチとかで固着してしまって、でそのオイルが燃焼室に入ってしまうと、でそんで、白煙がもくもく出てしまうみたいなね。それを改善するためによくこれを、まあスズキとかね、ダイハツの車では使ってる人が、まあ、多いんですが、まあ、これをね、まあガソリン満タンに対して1本使うということで、これ2回分ですね。だからこれ2本、実は使ってました。果たしてあのもくもく出てた白煙が消えるのか、空ぶかしして、前回と同じように空ぶかしして見てみようかと思います。マフラーから水出てこなかったんだけども、今回水出てきますね。まあね、本来水が出るのはこの正常だっていう風に言うのを聞いたことあるんで、これはちょっと興味深いね。このね、燃料添加剤がもし効果なかったら、もう一個、もう最後の最後の手段っていうかね、バーダルのリングイーズプラス。まあ早い話が、遅効性のフラッシング剤っていうことですね。まあ3000キロごとにオイル交換はしてきたけども、やっぱりね、22万キロも走ってればどんだけ中汚れてるかわからないんで、あんまりこういうフラッシング剤とか使うとね、まあオイルラインとかをちょっとこう詰まったりなんかしたら嫌だなと思って、あえてこういうの使ってなかったんですが、まあこの際だからね、もうこれも試してみようかと。じゃあ早速入れましょうかね。透明だ。透明なんだ。うん、ちょうどハイだね。これはね、遅効性なんで、3000キロぐらい走って徐々に徐々に汚れを落とすらしい。
まあ、どのくらい効果が出るのかちょっと楽しみにしたいなと思いますんで、はい、まあ、何卒よろしくお願いいたします。